最後のグループスピードチームのパフォーマンス。しかし4人はこのクラス最大の問題を抱えていた。本当に自分を必要としてくれてる人がいるのかなっていうのを、ここからいなくなりたいっていう。太陽のような明るさがうざいなって思う子も中には絶対にいる。そしてついに脱落者4人が決定。生き残るのは誰だ。これの連続です。皆さんが行こうとしてるところは4人の分も背負って次のステージへ向かっていってください。